ケビン・コンスタンは、フランス・バール県、フレジュス出身の元ギニア代表サッカー選手。現役時代のポジションは、MF、DF、トゥールーズ FC の下部組織でプレーし、トップチームデビューしたが、出場機会が限られていたため契約を解除し、LB 社ールに活躍の場を移した。2010年9月、セリエ A の AC キエイボベローナに、レンタル移籍した。 イタリア朝鮮初年度でそのプレーを AC ミランなど複数のクラブに評価されると2011年7月1日にジェノア CFC へ完全移籍した。これに伴いジェノアはフランチェスコア・チェルビオトレードの形で消えボえ放出している。2012年7月にミランへレンタル移籍。同クラブでは左サイドバックで起用されレギュラーに定着した。 これを受けてミランは2013年1月26日にジェノアとの取引で当時ミラン所属であったアチェルビの放出とコンスタンの共同保有権獲得を発表した。2013年7月27日、ロドニー・ストラッサーとのトレードでミランに完全移籍することが決定した。2014年8月5日、トラブゾンスポールクラブへ移籍した。翌年11月17日に 同クラブとの契約を解除して、以降はフリーとなった。2016年2月1日に、ボローニャ FC に加入し、イタリアに復帰した。契約期間は2015から16シーズン末までで、2年間の延長オプションが付帯する。シーズン終了後、オプションは行使されずボローニャを退団。AS サンテティエンヌの練習に参加したが入団には至らなかった。 また各国クラブから寄せられた複数のオファーに関しても、代理人を名乗る虚偽の人物の関与といった事案に、不信を抱きすべて拒否している。2017年2月15日に FC シオンと延長オプション付きの2年契約を締結した。10月25日にガブリが新監督に就任すると、翌月にはロベルト・アクアフレスからと共にトップチームの構想外となった。 2017から18シーズンをもって、スイスを去ると、半年間フリーとなったが、2019年1月4日に、トラークトゥール・サーズ、e ・ EFC と3年半の契約を締結した。2004年、U-17 フランス代表の一員として、サミル・ナスリ、ハテム・ベン・アルファ、カリム・ベンゼマ、ジェレミー・メネズラと共に、UEFAU-17 欧州選手権に優勝。 A 代表ではギニア代表を選択し2007年10月14日に行われた親善試合セネガル戦でデビュー2010年10月10日アフリカネーションズカップ2012予選のナイジェリア戦で代表初ゴールを記録したありがとうございます